にちは、事業準備 TV のゆめのんです。やりたいことやしておかないといけないということ、日々様々あるかと思います。しかしやろうという気持ちを持っていても、なかなか実行に移せなかったり、行うまでに時間が経ってしまうという方も多いのではないでしょうか。今回はそんなやりたいことを確実に実行するために、投稿者の先生が取り入れているイフゼンプランニングという手法についてご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。イフゼンプランニングとは、社会心理学者のハイディ・グラント教授が提唱している目標達成のための手法です。目標達成のための手法といっても、イフゼンプランニングのやり方は非常に簡単で、 A したら B すると決めて実行するだけです。行動のトリガーを決めておくことで、意思の力にそれほど頼らずに実行することができるというのも、イフゼンプランニングの良さの一つだそうです。イフゼンプランニングのコツは、まず実行したいことを決めておくことです。その実行したい行動を、自分がよくしてしまう別の行動と紐付けることがポイントだと投稿者の先生はおっしゃっています。例えばスクワットを10回するというやりたいことがあった場合、それに対する行動のきっかけを決めます。例えば勉強してもつい訪れるぼーっとスマホを見たいと思ってしまうを行動のきっかけにするとしましょう。この場合、もし A 勉強中ぼーっとスマホを見たいなって思ったなら、 B スクワットを10回するとなります。優先プランニングは日々の習慣を作るのにも役立つことはもちろん、週ごとや月ごとの目標を立てるのにも活用できます。慣れてくると、いざ実行のタイミングが来たら、決めておいたことを体が自然と行うようになります。投稿者の先生が行っている優先プランニングの一部をご紹介します。一つ目は、湯船に入ったら翌日の予定の確認をする。二つ目は、ベッドに入ったら読書をする。三つ目は、家のデスクの椅子に座ったら書き物をする。それぞれ翌日の予定をしっかり確認したい、読書をしたい、書き物をしたいというやりたいことと、家でよくやる行動とセットにしているそうです。もちろん疲れてるし眠いから今日はやめておこうかなという誘惑もあるそうですが、トリガーに従い実行を続けていくことで、どれも習慣になってきたそうです。いかがでしたでしょうか。実行したいことを決めて、それを普段よくやる行動とセットにすることから始めてみてはいかがでしょうか。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録お願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。